ルリコンゴウインコは、コンゴウインコ族に分類される鳥類の一種。南アメリカ大陸のパナマ南部から、ブラジル、ボリビア、パラグアイとトリニダードに至る、小卓性熱帯ウリンに生息する。トリニダードでは絶滅危惧種である。ルリコンゴウインコの翼の内側体長76から86センチメートル、体重900グラムから1300グラムにも達することがあり。 世界でも最大級のインコの一つとなっている。青い羽と黒い顎、金色の胸から腹、そして前頭部が緑色と目の覚めるような外見をしている。くちばしは漆黒でナッツを砕くため大変に強靭である。羽毛のない顔は白く、この鳥が興奮するとピンク色に染まる。そして黒い小さな羽による線が走る。生息域によって羽毛にはわずかなバリエーションがある。 中には、下部の色彩、ことに胸部がもっとオレンジがかったものや、バタースコッチ色のものもある。これらはしばしばトリニダード産の個体に見られ、その他のものはカリブ海沿岸に見られる。そしてこれは明らかに環境的な要因によるものである。ルリコンゴウインコは60年以上生きることができ、一般に生涯つがいを守る。木の幹の最上部に巣を作り、メスは通常2個の卵を返す。 その強力なくちばしを硬いナッツの殻を砕くために、また木に登ったりぶら下がるためにも使う。2羽のルリコンゴーインコ、アルゼンチンのプエルトイグアス近郊のバードパークにて、印象的な外見や、おしゃべりの能力から、ペットとしてポピュラーであるにもかかわらず、北、アメリカにおけるルリコンゴーインコト話の価格は、1000から 2000US ドルにも及ぶ。また、体が大きいことから家畜化することは難しい。 ドゥリコンゴーインコの飼育には、犬や猫のようなもっと伝統的なペットに比べて、はるかに多大な努力と知識が要求される。彼らは賢く社会性があるので、十分な世話ができる者にとっては、優れた愛らしいコンパニオンアニマルになることができる。ドゥリコンゴーインコは飼い主たちから飼い主専用の鳥以外の何者でもないことで知られており、その飼い主と非常に密接な絆を結ぶ。 非常によく世話されたルリコンゴウインコでさえも、おたけびをあげ、その他にも、大きな声を出すことがある。それでもなお静かにさせることは可能である。大声を出すこと、ことに、群れの呼び鳴きや物を噛み砕くことは彼らの自然な行動の一部であり、飼育下においてもそれは予想されうることである。ある程度はおもちゃを噛むように仕向けることができるだろう。しかし鳥かごに入れずに、室内で一輪で置いた。 混合インコはおそらく部屋の改装に取り掛かることだろう。カゴの中でたくさんのおもちゃを与えれば鳥はそういった適切な対象を噛むことに集中して必要なものを噛み砕かれる被害を軽減することができるかもしれない。ルリ混合インコは様々な食事を必要とする。種子のみの食事はビタミン欠乏のような健康上の問題を引き起こすことがある。良い食事の一例としては 良質なペレットミックスに混合された種子、ナッツとドライフルーツを組み合わせ、常に新鮮な野菜と果物を与えることが挙げられよう。さらにその上、パスタやパンなどのような安全な食物を飼い主の食事と共にとることは広く行われており、そしてインコもそれを楽しんでいる。バラエティに富んだ食事を与えるよう努力している間は、高脂肪分の食品一般は、 避けることが重要である。食品の中にはそのグループ全体が蝶類やインコに対して有毒なものがある。サクランボやその他のほとんどのバラ科植物の種子の核、そしてアボカド、チョコレートやカフェインなどはインコに有害である。蝶類においてはチョコレートとカフェインは人がそれを代謝するようには代謝されない。バラ科植物の種子には生産グリコシドが含まれており、アボカドには ペルシンが含まれているが、これらはいずれも有害な化合物である。ありがとうございます。